今回はですねこれの見どころですあのまあようやっとですね本格的な戦闘シーンに入りました、えー、これまでですねホワイトベースの主人公がですね襲われたので防戦する防ぐっていうばっかりだったんですけどもついに青野たちの攻撃の番になりますで アムロたちの攻撃の場になると、さあどうなるかと思ったらですね、カメラ、つまり、あの、視聴者が見てる主観は今度はジオンの方に完全に映っちゃうわけですねで。そしたらですね、あの、ジオンのですね、今回は圧倒的なプロフェッショナルの戦い、ホワイトベースの方が素人の戦いなんですけども、 敵の、ね、補給中を狙ってですね、正義の味方側が攻撃をかけるっていうですね、えー、古今東西アニメ史上初めてのですね、そんな不思議な面白いです、ね、戦闘シーンが、まあ、すごい。ジオンの方のプロフェッショナルなやり取りというのが、まあ、今回の見どころになっています。とにかく攻められた時のプロの対応がですね、どんどん見えてくるとですね、えー コマーシャル直前のアイキャッチ、あの、コマーシャルを挟んでアイキャッチがあるんですけども、このアイキャッチ前後のですね、ジオンのおじさんたちのですね、かっこよさにですね、えー、解説する岡田敏夫は悶絶してますからですね、<laughs> 岡田敏夫の悶絶をご覧ください。ガデム、コンベアパイプをやられた、船を無罪から離せって言ってる最中にもかぶさるようにジオンの兵隊が第2波行きます。七六というふうに言います。まあの、このミサイルらしきもの接近、あの、 衝突場で321ってカウントダウンしてるとあのシャアとガデムやってるのは一刻も早くもうぶつかるのはもうしょうがないから、えー、両方とも誘爆してですね2巻とも落ちるのを防ぐために船を引き離そうとするんですね。で船を引き,引き離せっていってる時に第2吐きます76という風にカウントダウンしてるとシャアがガデムにガデム運んできた雑魚を放出しろと。 もう通常の補給はこの瞬間シャアは諦めて宇宙空間で構わないコンベアパイプなんか構わないからどんどんザックを出してくれとガデムがああなんとかしようって言うと兵隊が21っていうふうに言いますつまり第2が来ます7654321の543のカウントダウンの部分を本当は背景で言ってるんだけどそこを飛ばしてシャアとガデムのもう そんなミサイルが迫ってくるということ関係なく次に何をすればいいのかというやり取りで語るんですね。ここら辺のそのジオンのですね兵隊のそのブライトさんのですねあの連邦軍のホワイトベースの中の混雑ぶりというかですね混乱ぶりに比べてなんてジオンのですねこのかっこよさ。えー やり取りが誰かを責任追及するわけではなく何でこんなことになったのか何でミサイルが見つからないのかとそんなことではなくどっから来たのかではなく今何をすればいいのかというとミサイルが当たって両方とも誘爆でなくなっちゃうのが一番駄目だからまず2つを引き離して引き離したらコンベアパイプがもう使えなくなるからじゃあ、えー、とザックを宇宙空間に放出してくれっていうふうに言ってる間にミサイルが次のやつがドーンとぶつかると。 えーっとでガデムの方にカメラが映って、えー、ガデムのセリフザクをシャアに渡さにはならんのだというふうに部下に伝えるもうすでにミサイルは当たってるんだけどそうじゃなくてこの船のことは諦めて船の倉庫にある物資武器弾薬食料を宇宙空間に翻弄してとにかくシャアに渡せっていうふうに部下に命令するシャアのセリフこれガデムシャアどれのセリフ3つ連続でバンバンバンと出ますガデム ザックをシャアに渡せにはならんのだと。シャアがマシューフィックス。船の外でザックに乗り移る支度をしておけ、私は先にモビルスーツへ出撃すると。ドレン、あるだけの高弾ミサイルを水平打ちするんだ。三者三様にその場で取るべき最適の手段っていうのを部下に命令します。ガデムはまず何よりも持ってきたモビルスーツをシャアに渡すために放り出せっていうふうに部下に命じて、シャアは放り出したモビルスーツに乗るためにパイロットに まず、船の外に宇宙服着て出て行って乗り込んで乗り込めと僕はもう赤いザクが自分のものがあるからそれで先に出て時間を稼ぐっていうふうに指示してドレンシャーの部下はですねあるだけのミサイルを水平打ちしろとつまりもう攻撃されて方向もよくわかんないしどこに敵がいるのかもわかんないんだけども今できることはとりあえずの武器をどん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 発射するっていうですねそのことしかできないのでやってしまうということですね。で こうあるだけの高大ミサイルを水平打ちするんだってドレンが言ってミサイルをバーッと水平打ちしたらなんか太陽の方でダダダダッと撃ったんだけど爆発すると多分ね命中してないミサイルが自爆しただけなんですけどバーッととと命中したところで、ようやっっアイキャッチが入ってに入てにります。もうね今回主役はジオンなんですよ。何が今回面白いかっていっとつまり冒頭ホワイトベースの中の揉め事やってるんだけども戦闘になった瞬間に見てる人の主観は 確かにどうやって攻撃するかっていうアムロとリュウとのやりとりはあるんだけども明らかに面白みっていうのはいかに敵からの攻撃を受ける前に補給を済ませるのかそして攻撃を受けたら次は何をすればいいのかという能力がある男たちがなんかね自分たちの能力というかね 持っているものとかを100%、120%使いながら、どうここを生き延びるのかというふうにやっちゃうから、もう見てる人間は絶対ね、ジオンの見方をして見ちゃうわけです。でそこでアイキャッチで CM に入ってしまって、もうあの、どっちが主役だだっけとで、CM が開けたらですね、いきなりですね、なんかあの、指、え、揮、ー、を取るどれのシーンから始まってですね、相変わらず、 <laughs> 相変わらず、オン視点です。延々。